昼ご飯ということで、日本からキーちゃんが来て、キーちゃんに招待されて、通訳はできへんか、あのボディーガードとして雇われたんで、それで来て今日はすごい昼飯がここね、気分、名前見たらみんな分かるやろね、どこ矢印どこ、うん、ここに来ました。これすごい店、初めて。レアルマドリーが優勝した時とか飯食ったり、ここね、すごいところね、やっと来れました。もうキーちゃんとか待ってるらしい。ちょっと僕も地下鉄でちょっと遅れます。じゃあ行きましょう。おお、重厚感えぐい。よいしょ、ほら、よいしょ、ほら、ほら、いや、見よう、いいか、いただきます。 YouTuber 来ました、不良さん。今回のボスのキーちゃんで、息子のコセ、コセ今日は通訳頼むぞ、弁護の。この生ハムで分かるよね、高級店かどうか。高級店は生ハムが違うよね。値段はそんなね、どこの店はそんな変わらへんけど、高いんやけど。行きましょう。入れますわ。サラダ、サラダ、トマト、おお。肉、アンチョビやな、アンチョビ、アボカド、グラシアス。あっちがリアルゾーン、こっちがアトレチコゾーン。キーちゃんどう？うまい、うまい。ウルさんどう？いやー、うまいね、いつ来てもうまい。コーセーは聞かんとこかな。コーセー聞かんとこ。かわいい、俺もかわいい。もう増えていく、ここからの、これさっきバー行ってたけど、僕口角アレルギーなの。キーちゃん行くの？アレルギーなの？全部食えん、いけるやろ。頭絶対買えるのありそう。うまそうやな。キーちゃんもちょっとアレルギーあるの？あるある。大丈夫か？めっちゃうまい、めっちゃうまい。じゃあ俺もちょっと食うわ、頑張って食うわ。絶対これアレルギーなの、これやば。うまっ、うまいけどやばい。絶対やばい。うまい、クリオやばい。クリオ、病院用意しといてくれ。エビアレルギー発症。あのエビアレルギーでもあれ、やっぱこの皮が一番危ないよね。殻言ってもだ。一番どこの新鮮な魚食えるってスペイン人に聞いたら、マドリードです。へえ。一番どこのええ魚取れたら、やっぱり築地じゃん。やから、これがここ出てくるのすごいね。一番新鮮、これ、なんちゅうな、さっき聞いたから分かる。え？なんか、なんて言ってた？はい。はい、おい、おい。うまっ、うまっ。え、熟成肉のこれ、なソース、何これ、油ソース、何やこれ。食べちゃおう。はい、やりましょう。なんか分からんけど、ほほ肉の煮込みみたいな感じやね。で、キーちゃん、こっちに来るのって、こっちのが硬い。あれ、お柔らかい方が歯悪いから。いただきます。あ、爽やかやね。これですよ、ここまでたどり着けんかったな。だから、前でパッとつけてさ、お前どっか、いや、回しとけ言ったらさ、これでも黒回しはイコールチップ20ルぐらいあげなかと思うけど。よし、で、この後どうするんですか、皆さん。不良隊長どうするんですか、一回寝んの。キーちゃん一回寝るか。はい、な、電気使えんの、電気使えんのか。刺さな感じやってた、刺さな感じやってね。
今日泊まるとこです。お風呂あるやん、風呂入れようかな。久しぶりのお風呂。今夕方5時ぐらいかな。一回寝てまた夜に大イベントあるんでと思って。ちょっと待って、おい、ちょっと待て、今日俺フリオとフリオと一緒の部屋なんやけどダブル一個しかベッドないやん。危な、え、ちょっと待て、おかしいよね、どう考えても。フリオに襲われへんかな今日。フリオ今なんか下でなんかやっとるんやけど、今日取ってくれたホテルまさかのベッド一つで寝ます。まあ寝ようか。よし、疲れたね、まあ寝ましょう。じゃあ、疲れた、ああ疲れた。じゃあおやすみ。ちょっと風呂入りたいけど、ああもう風呂しんどいわ。怖いな、ここで不良がここで寝てるらしいよ。怖っ、怖っ、怖っ、襲われないように。怖い怖い。おやすみ。来ましたよ、工事中。うわーでかいね、さすがにでかっ、むっちゃでかいやん。おおおお、こっちは危険地帯やね。ちょっと早めに出てきたわ、面白かった。とりあえず寒いね、やっぱり間取り。いやー昼あったかかったから油断してたけど、めちゃくちゃ厚着してきてよかったです。まあこれ工事中ですごい低かったね。まあベンゼマがえげつないね、完全に。なんか後半から出てきたフォワードのやつもすごい良かったね、ベンゼマ変わったやつ。あとなんて言ったっても今日の試合あれやね、モードリッチやね。モードリッチが完全試合をコントロールしてて、もうモードリッチでも試合が決まった感じやね。試合動かしてたね、あいつが。指揮者みたい、オーケストラの指揮者みたいやった。すごい面白かったわ。まあアトレチがあかんかったらなんかバラバラやったね、なんかいまいち。ジョン・フェニックスは最後出てきてよかったけどね。あと期待してた、最近調子上がってるビニシウス、
全然上がったな、がっかりです。まあそんな感じで、ちょっと昼寝したから体調復活したんで、今キーちゃんと不良待ち合わせしてるんで、ちょっとお酒でも飲んで飲みましょう。では楽しかったです、キーちゃん不良ありがとうございました、楽しかったです。現在朝の5時50分、6時10分の始発でバルセロナに帰って、今日月曜日やから昼営業あるんで、それに間に合うように帰ります。楽しい楽しい大人の遠足ありがとうございました。ちょうど24時間遊んだね。まあ楽しかった夢は消えて現実に戻ります。まあ急いでちょっと電車乗ります。それじゃあ